今日はね、まず最初に寄るのが、ループ橋。おう、ループ橋。ループ橋は去年だ、原付で3人で行って、ね、桜見たじゃん。とりあえずそこまで行く。その後が、静岡県の河津っていうところで、そこが河津桜の始まりだよね。原木があるところがあるからさ、そしたら飯を食べて南伊豆の方に、また河津桜のポイントがあるからさ、菜の花畑が広いところがあったり、桜がいっぱいあるところがあるからさ、でそこへ回って回りながら帰ってくるパターンかな。分かった、いいよ。そんなことはないな。去年の方がなんか暗かったように感じたけどな。時間的には同じぐらいなんだよ、出てる時間が。そうなんだ。だっけ、なんかもっと早かったっけ。もっと早かったっけ。銀シャリだから早く行くべって言って早かったか。もっとだいぶ早かったっけ。そうか。5時ぐらいとかかな。4時とか。4時半。ああ、4時半か。だいぶ暗くて結構暗かったもんな。大体カンナータップもういいね。もう寒い。いいな。じゃあ2時すかしちゃったからさ。お父ちゃん寒いよ。マジか。温めてやれ。いや快適だね。いいね。あとは天城峠が通ってないことを願っていくだ。途中でいちご大福食ってな。おっ、左寄るぞ。いいよ。いいよ。一番左でいいか。うん、まこれはかっこいい。今 GoPro で撮ってる景色、多分かっこいい。これ右側が明太パーク、明太パークじゃねえ、これいちごプラザ、いちご大福買えるところ。前来たら、確かこんなところ来たな。来たな。あ、来た。はい、これ常連の滝。右側ね。ここの滝のこの下の方へ降りてったの覚えてる？覚えてない。行った時にそこで写真を撮った。この前の時これ左側行って、ここ行ったな。旧道を行ったけど今日はこっちを行きます。えい、あんなに山を登ってさ、めちゃくちゃデコボコ道のくねくね道をあんなに時間かけて行ってもさ、こっちの道ができてからなんか本当このトンネル越えてすぐだから。早いな。早いよ。高速使って有料使ってたからね。
くねくねの峠道だから気をつけてよ。はいよ。じゃあまずこっからループ橋の下まで行きます。電車に乗る時あそこでもう疲れちゃったよ。旧道の出口ここだからよ、左側。あ、ここから出てきたか。そう、あ、そうだね。おお、風すげえ。すごいすごい。お、咲いてるだろ。お、咲いてる咲いてる。五分咲きいかないな。だけどちょっとだな。そうだな、去年もそんな感じだった。こんな感じだったな。うん、まあ綺麗でよかったな。まあとりあえず写真1枚撮っとくか。うん。じゃあ一回止めるよ。さようなら。風が。通るとすれば西伊豆スカイラインかな。あ、美味しいよな。止まって休んだかもしれない。お正月会場行ったことない。見に行ってみるか。行ってみるか。どうなってるか。
何も来たらいい、あー、これがそばだ。あ、トイレ、トイレだな。あ、トイレだよな、これ。違うか、おー、外裏かい。